点ということで、こちらの小さな、あ、11時15分頃からかということで、戻ってまいりました。で、汁物ありますが、サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日はコストコの近くにある美味しそうなお弁当屋さん、そちらのお店に行ってみたいと思います。ということで、本日今来ているのはこちら沖縄県南城市ですと言いたいところですが、まだ与那原町でございます。多分この景色はコストコ気になっている方だったら、コストコの動画でもうすでに見ていただいていると思いますが、今日から沖縄県のコストコで会員登録の受付がスタートしたということで、そちらの方に今から行くところです。会員登録についてはもうすでに別動画で多分上がっていると思いますので、もしよかったらそちらの方をご確認ください。ということで、こちらの動画はですね、そちらのコストコに行くのに10時からオープンっていうことで、まあ、お店自体はオープンしてないからオープンっていうのもおかしいですかね、まあ、朝からなので、その周辺にコストコに行く前にお弁当とか買えるお店ないかなと調べていたら、なんだか結構美味しそうなお弁当屋さんを発見したんですよね。しかもなんか汁物が日替わりで、曜日別で月曜日は何汁、火曜日は何汁みたいな感じで日替わりの汁物があるみたいで、その汁物が結構美味しそうだったんですよね。さらにはなんかサーターアンダギーとか、あとお弁当類も結構美味しいという噂のお店みたいなので、コストコに行く前にそちらのお店によってお昼ご飯物色してからコストコの方に行きたいと思います。もう本当にコストコから結構近いお店なので、まあ、コストコ行ったらコストコで美味しいお惣菜、結構ガッツリ系が多いのかもしれませんが、なんかチキンとかも美味しいみたいなんで、まあ、別にお弁当屋さん寄る必要ないかもしれませんが、沖縄県っぽい安い、おそらく結構リーズナブルなお弁当とか売ってると思うので、そういったリーズナブルなお弁当いただきたいなっていう方はぜひ参考にしていただければと思います。それではこちらの公園からコストコ近くのお弁当屋さん向かいます。でんっていうことで、こちらの小さな上里商店さんです。ということで、上里商店さん、こちらですね、汁物、月曜日中身汁、火曜日早期汁、水曜日牛汁、そして木曜日魚汁、金曜日は馬肉汁かレバー汁、土曜日は手びち汁だそうです。ちなみに今日月曜日なんで中身汁、あ、11時15分頃からか、ダメなんだ。それでは入ります。それではこの辺のお弁当買っていきますか。どうしようかな、これもらっていいですか。ということで、お弁当購入しました。ちなみにお店こちらですけど、駐車場目の前に斜め前ぐらいにありますので、こちらにご利用ください。ちなみにお店の場所ですけれど、本当にコストコさんからすぐ近くて、こちら突き当たった左側にコストコさんがあります。こちら突き当たってすぐ左側ですね、左側じゃないか、この右側ですね、左に曲がって右側にコストコさんがあります。なのでコストコ那覇方面からすると行き過ぎて右手に行ったところに上里商店さんあります。あれですね、日替わりの汁物が11時15分前後みたいです。すいません、また改めてそちらの方はご紹介させていただきますが、とりあえずこのお弁当ということで、戻ってまいりました。で、汁物ありますが、あの後コストコに行ったんですけど、思いのほか時間がかかって、そろそろこれが販売する時間になったなということで、お店に行ったら売ってたので、日替わりの汁物いただいてまいりました。月曜日中身汁350円です。450円のお弁当と350円、豪華のお昼ご飯ですね、800円になります。それではさらに蓋を開けましょう。ベンということで、こんな感じでございます。まあ、中身汁は非常に一般的な感じかな。こんにゃくに、そして中身もつって言ったらいいんでしょうか、ホルモン系と椎茸、そしてなんかちょっとしたお肉も入ってますね。これ多分普通の三枚肉、あとおネギが入ってるっていう感じでしょうか。そしてあとこちら他人丼的な感じかなと思って買ったんですが、卵に閉じられたお肉が美味しそうでいただきました。そして切り干し大根と、これはほうれん草系の炒め物、そして野菜炒めかな、こんな感じでございます。それではまず僕が気になったやっぱ汁物いただいてみましょう。まずはガブッと、かまぼこも入ってそうですね。それではこちらいただきます。なかなか美味しい中身汁ですね。あ、美味しい。なんか生姜ないなと思ったんですけど、生姜ちょっと入ってるのかな。なかなか美味しい中身汁です。いいですね。一応買ってから30分ぐらいは経ってるんですけど、30分以上、南城市から帰ってくるのに30分以上かかってるんですが、ほんのりあったかかったです。でもちょっと今温めました。やっぱり汁物はあったかい方が美味しいですね。それではちょっとこのままお汁もいただきます。あー、
汁自体はあっさり美味しいです。中身汁美味しいですね。それではこちらのお弁当も行ってみましょう。お弁当やっぱりこのメインはこの他人丼的な感じですね。まあなんかご飯の上におかずが乗ってるのは当たり前なんですけど、もうそれもうほぼ丼的な感じですよね。それではこちらいただきます。いただきます。あお肉のちょっと甘めな味付けがすき焼き風な感じがして美味しいです。それでは続きまして切り干し大根いってみましょうか。すいません、録画ボタン押してなかったかな、ちょっと減ってますが、こちらの切り干し大根、それではいただきます。あちょっと三枚肉が入ってるので塩気がちょっと多いかな。でもなかなか美味しいです。それではこちらのこの青菜系の、まあよくあるお弁当屋さんでありそうな炒め物ですが、こちらもほうれん草かな。いただきます。こちらもなんだろう、いい感じで美味しいです。それでは最後野菜炒めもいってしまいます。こちらの野菜炒め、いただきます。こちらも美味しいです。美味しいんですけど、ほぼほぼ切り干し大根もほぼ一緒かな。この3種類、まあただ単に炒め物なので中身はもちろん違うんですけど、なんか味ほぼ一緒ですね。もうちょっといろんな種類あるんであれば、なんかインパクトが違うと個人的には嬉しいんですけど、なんかほぼほぼ同じような感じの味付けでした。それでは最後もう一口、この中身汁はなかなか美味しいです。それではこちら、再びこちらいただきます。それではお汁も、美味しいです。ということでまだまだ残っております。こちらちょっと最後まで多分食べ過ぎなので晩ご飯に残すと思いますが、どんどんいただいていきます。ということでごちそうさまでした。完食でございます。っていうのはちょっと嘘で、ご飯半分ぐらい晩ご飯に残します。あと中身汁も半分ぐらい、中身汁は妻も好きなので夜にお裾分けでございます。ということで本日は沖縄県南城市にある上田商店さん、もうすぐオープンする、8月かな、オープンするコストコさんのすぐそばです。そちらで美味しい中身汁、そして450円のお弁当、多分他人丼的なものかな、いただきました。なかなか美味しかったです。お弁当の方はですね、お弁当450円、今回他人丼風のやつをいただきました。結構レパートリーいろいろあって、いろんな種類のお弁当ありましたね。でも値段的には450円か、安いのが300いくらだったかな、すいませんちょっと値段忘れてしまったんですけど、370円ぐらいだったかな。少し小さめのお弁当がありました。まあ、今回汁物いただいたので、もともと汁物はいただく気満々だったので、小さいお弁当と汁物と思ってましたが、汁物がなかったのでお弁当大きいの買いました。しかし結局後から汁物をまた買いに行くっていうことになったので、ちょっと残させていただきましたが、また夕食の時に美味しくいただきます。そして汁物350円で、結構このワンの量に結構たくさん入っているので、これで350円は結構コスパがいいかなと思います。汁物でしっかりした量があるので、まあ、個人的にはやっぱりお弁当は小さめで良かったかなと思います。あとですね、お弁当の他にサンドイッチ系もありましたっけ、そういったものと組み合わせてもいいかもしれないですね。そして汁物は皆さん間違えないでください、11時過ぎぐらいなのかな、一応11時15分頃とありましたが、多分11時10分過ぎに着いたのかな、もうその時点で綺麗に並んでたので、まあ、11時15分前後にお店の方に並ぶんだと思います。ちょっと初めて行ったのでわからないんですけど、汁物結構人気だとしたら、12時とかになったら汁物はなくなってしまってるのかな、お弁当もしかしたらなくなってるのかもしれません。もし今回の上里商店さんよく行かれる方、オープンの後ですね、お昼後とかどういった状態になってるのか、もし知ってる方いたらぜひコメントいただけたら嬉しいです。まあ、というのもですね、もしなくなってるかもと思ったのはですね、その汁物が並ぶ頃にもう一度行った時はですね、結構お客さんたくさんいらっしゃって、車の出入りが激しくて、入れ替わり立ち替わりお客さんが来てるような状態でした。そして最初に行った時が10時前ぐらいなんですけど、その時もですね、ちょっと早めに手が空いた時にお弁当を買いに来たっていうような方がいらっしゃったので、結構やっぱり人気のお店なんだなと思いました。なのでお弁当をしっかりとゲットしたければ早めに行った方がいいのかなと思います。繰り返しになりますが、もしよく行ってる方、お弁当の状況など教えていただければ嬉しいです。あとはですね、商店ということで、基本的には昔懐かしい集落の商店ですね。なのでお弁当以外にも売ってました。飲み物とかはもちろん、結構生活雑貨も売っていて、まあ、近
近くにコストコさんもできるので、まあ、コストコさんとはその、まあ、ちょっと買い方使い方は全く違うかと思います。なのでお弁当を買いに行ったついでに、あ、なんかこれ買い忘れてたななんていうものも買うことができるので、まあ、コンビニエンスストアも同様ですが、商店でそういったお買い物するのもいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんコストコ行かれた時にちょっと沖縄のお弁当、沖縄弁当をいただきたいななんて思った方はぜひ上里商店さん寄ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん行ってみてください。ということで本日は改めまして沖縄県南城市8月にオープンするコストコさんのすぐそばにある上里商店さんで美味しい中身汁そしてお弁当いただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。